み金って高杉さんのとこから？あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸しだって噂だぜ。ヤバいって？名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな？そりゃお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど、名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そことつながってるようなやつから金なんか借りたら、お前本気で殺されかねないぜ。あら、宇野さん、俺のこと心配してくれてんの？そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すって。いつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライターよく知ってんな。宇野さん、ほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え？あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て。あれ、ちょっと編集長、いつもより少なくないですか？たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょう。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事増れせんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。高杉さん。回転寿司？ギャラもらったら俺のとこに直行するんじゃなかったのか？全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらってもレシートも足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら、宛名自分で書け。残金
ちまった。おいおい、
持ちいい。ホームラン。よし。おばちゃん、当たったよ。またあんたか。俺だって来たがねえよ。来月からはホームラン賞の対象は3番打席だけにするでね。東京ギガンツの沢田、あそこでホームラン打った客はまだおらんからね。あんたもあいつにはかなわんだろう。悔しかったらいっぺん打ってみや。ナイスバッティング。学生時代野球部だったのか。どんな人間にも一芸あるもんだね。高杉さん、これだけは勘弁してくださいよ。俺が小銭を取り上げないのはお情けだと思った。お前の行動なんて全部知ってんだよ。よう、ギャラ入ったんだろ。牛島さん、スケの生産がてら飲みに来や。ああ、それがもうはい、金がないってか。しょうがねえな。今日のお通し、あんたの好きな味噌煮込み作ったんだ。とにかく店に顔出しゃ。本当ありがとう、牛島さん。待っとるで。寄り道したらいかんよ。
いらっしゃい。おお、あんたか、品田。牛島さん、牛島さんの人情に涙が出そうっすよ俺。何言ってるんだ。本当はつけ払うまで水一杯飲ませたねえわ。だで商品券でもええから回収しなかんわ。え、なんで知ってんすか。たけえ、俺は商店会長だで。あんたがホームラン打ったら俺んとこに連絡するように言ってあるんだわ。あのおばちゃん、ほらこれ一杯5,000円。それが、その、なに、商品券すらもうあれせんのか。頼む牛島さん、今日だけは許して。ギロから何も食べてないんだよ。お出口はあちらです。足元の段差に気ぃつけや。お願いします牛島さん、何か一品でいいですから。よー、そんなこと言うがね、品田。前はよく食わしてくれたじゃないですか。そう言ってたまりにたまったツケがいくらになってると思っとるんだ。偉いのはみんな一緒だわ。俺でも何とか助け合って楽しく生きてこうとしとるんだわ。あんたはそんな人の優しさに甘えてばっかりだわ。おい、あんかけスパゲティ押せえぞ。まだか。はい、もうすぐだわ。珍しいね、あっち系の人がこの辺うろつくなんて。喪服着てるみたいだけど何かあったのかな。見んといて。え、東城会と近江連合って知っとる？関東と関西のでかい屋さんの組でしょ。そうだ。そこの幹部の安住と高千って男が今日金鋭で死んどったとさ。え、殺されたの？事故だと。いや、ついてねえ。その遺体の引き取りやら事故を起こした野郎をとっちめるとかで両方の組織の人間がこの辺をうろついてるらしいわ。この辺ヤクザ見ないから好きだったのにな。無一文で来るあんたに比べたらやっぱだ、ええお客様だ。そうそう、極道に加え変な男も最近この辺うろついてるらしいわ。変な男？帽子を深くかぶってマスクした怪しい男が金鋭で誰か探しとるらしいわ。やばいやつかもしれんから変に関わったらいかんわ。あれ、マスター今日混んどるね。今カウンター開くで座れるがね。よう、風俗レアターの兄さん。確か警備会社の大野さんでしたっけ。あんたが出しゃばってくれたおかげでわしの顔に穴が開いてまったかね。どうしてくれるの。それは大変ですね。ジュースがほっぺから漏れるでしょ。たけ、この怒りどこにぶつけたらいいか教えてちょう。そうだな、バッティングセンターなんてどうでしょう。あれ結構いいストレス発散になりますよ。ふざけとんのか。ふざけてないよ。ふざけとるかや。だいたいさ、逆恨みにも程があるんじゃない。何？あんた最初からあのバットが偽物だって知ってたんでしょ。何言っとるんだおめえ。わかりやすい動揺しちゃって。最初からヒビか何か入れといた偽物とすり替えて鳥山さんに運ばせたんですよね。あ